タコライスの歴史は、近郊にあったパーラー千里の創業者、故、義母松蔵氏が1984年に考案したことに始まります。この料理は、メキシカン風土のタコスと日本のライスを組み合わせた独創的な一品です。翌年の1985年には、キングタコスを開業し、家族経営でその味を守り続け、現在では県内に6店舗を展開するグループ企業として確固たる地位を築いています。本店はアメリカンカルチャーが色濃く残る近郊にあり、メキシコ国旗の色を取り入れた店舗デザインが特徴です。緑は野菜、白はライス、赤はひき肉、黄色はチーズを表現しています。地元住民や観光客に長く愛され続ける理由の一つは、各メニューの圧倒的なボリュームです。もともと、アメリカ軍人の食欲を満たすために考案されたレシピであり、そのコンセプトは今でも受け継がれています。定番メニューのタコライスチーズ野菜税込み600円には、シャキシャキの新鮮なレタス、甘みのあるトマト、保存料を一切使用しないコクのあるタコミート、オーダーメイドの特注チーズ、そして創業当初からこだわり続けているコシヒカリを使用したライスがふんだんに使われています。これらすべての素材がたっぷりと盛り込まれ、容器から溢れるほどのボリュームで提供されます。